時刻は24時19分、つまりまたサンライズに乗って東京に帰ります。桃の乗り鉄日記。今回ご紹介するのは、今や定期運行の寝台特急はこれだけ、ルッキー時代の残りか、サンライズエクスプレスです。ほとんど終電が終わってしまい、ガランとした電光掲示板、そこにポツンと灯る東京行きの文字。下りは大阪駅に止まりませんが、上り列車は大阪駅24時33分発車。実は夜行バスより遅い時間に発車するんです。スリーピークかっていう呼び名がいいっすね。やっと来た。30分、2分前に着くよ。来たー、サンライズが来ました。来たで。サンライズエクスプレスは瀬戸と出雲の2編成。今回は瀬戸に乗車します。よく満席になっていることで定評のサンライズですが、直前にチェックすると結構空きが出ています。私も今回最初は空いていませんでしたが、直前にチェックしたら空席があって乗車できました。9号車。このシングルは上段下段平屋とあります。下段のサンライズで一番多い80室あるシングルです。前々回が伸び伸び座席、前回がソロと、だんだんとグレードアップしてご紹介しております。サンライズではいろいろなクラスの客室がありますが、このシングルは一人用 B 寝台個室、ベッド脇には荷物が置けるスペースも、実は下の階の方がこのスペースが広いんですよ。寝台料金は一室7700円。前回ご紹介したソロよりも天井が高いのが特徴です。ちなみに東京から大阪のトータルは19570円です。出発です。深夜の大阪の街を24時33分出発いたしました。さよなら大阪。ありがとう大阪。深夜の新大阪駅を通過していきます。いや誰もいないですね。というわけで改めまして、本日はまたまたサンライズに乗って大阪から帰っております。イエイエイ。はい、改めてですが、サンライズは、今ね、定期運行してる最後の寝台列車でして、そして、下りの東京から出雲もしくは瀬戸方面は大阪まで行くことはできないんですけど、大阪からの東京の上り方面はなんとこの深夜24時33分の真の終電で東京に帰ることができるということで、本日にもなっちゃいました。でもね、ちょっとずつグレードアップしちゃおうかなと思って、今回はシングルです。イエーイ。まあ、何が違うのかというと、このねミニテーブルがあったり、まあ、左右にねこうしてしっかりカメラも置け、あとお酒もね買ってあったんですけど、ちょっとお酒の置けるスペースもあって、そしてあと気持ちが高い。この前と違って頭をぶつける心配がありません。多分これ1階にしたんです。あえてちょっとね低いところから見る景色もまた見たいなと思いまして選んでみました。早速ちょっとランチしてみますか。個室には鍵がついていて安心、コンセントもあります。そしてミニテーブルも、部屋ごとのゴミ箱もあります。スリッパも完備、空調も自分で調整できます。かつてはラジオサービスがありましたが、めっちゃラジオ聞くの好きだったのにラジオサービスは終了となってしまいました。アラームをつけることもあります。7時半だともうね東京着く時間なんですけど、そしてヒーターと
ちなみに外からもこうして好きな番号を設定して鍵をかけられます。これ車内探検、深夜でもにぎわうラウンジを抜けシャワールームを使用するためのシャワーカードはやっぱり売り切れでした。最近減りつつある車内の自動販売機も健在、飲み物を買うことができます。深夜の街を抜けていくサンライズエクスプレス。というわけでちょっと久しぶりにラウンジの方行ったんですけど、24時30分大阪過ぎたところでラウンジめっちゃ人いたので、そこらさっさと退散し、しかも今日シャワーコードもね、もう売り切れてましたからね。前回大阪から乗った1月の時はシャワーカード残ってましたが、今回見事に全部セラーということで、まあしょうがない、さっさくと、さっこらさっさと、じゃん、浴衣着替えようと思います。すいません、今着替えてて、あ、大丈夫、申し訳ない、検察が来ました。はい、ありがとうございます。土曜日で浴衣になりました、イエーイいやもうね、ということは今日私実はめっちゃ眠いんですよ。理由としては朝7時に起きて仕事して、それからお昼、朝からお昼からイベント、鉄道トークイベント、ロフトはロフトプラスワンウェットさんにて行って、その後夜20分間ライブをして、そして時間を潰して今ということで、待ったやつ超うとうとしてたんですけど、正味ね、乗った瞬間からアドレナリン出ましたね。久しぶりにサンライズイエーイってなって、時ね、何になりますか、深夜のハイボール、お仕事お疲れ様でした。いいね、真っ暗にしたいね。やっぱり夜行列車の寝台列車の魅力って、普段もうだってこのサンライズ以外普通にお客さん乗せて走っている寝台列車、もうだって定期運行ないですからね。貨物がねゴーって過ぎることありますけど、私だけの特別な景色を独り占めしようと思います。もうそれもさすがに眠いっす。いやなんか名乗りなりんでんだけど、お酒は飲んじゃうとダメです、眠いっす。せっかくのさサンライズの個室をもっともっと満喫したいって思っちゃうんですけど、ちょっと私が一番好きな寝台列車の楽しみ方は、真っ暗にして外の景色を見ることなんで、ちょっとそのタイムに行こうと思います。行ってきます。ちなみにベッドメイキングは自分で行います。すっかり慣れたもの。サンライズエクスプレスが夜の街を静かに抜けていきます。ついついうとうと目覚めると静岡県浜松駅に停車していました。上りは大阪から静岡まで乗り降りはできませんが、こうして停車自体はあります。真夜中の浜松駅、夏の朝は早い、4時前でも朝が迫ってきていました。Thank you.
ルより早く起きてサンライズ、夜から朝に変わる様を電車の中で見る寝台列車だからこその贅沢な時間です。駅もすっかり朝の装い。東海道新幹線の高架をくぐり、朝が来ました。朝一番の停車駅静岡駅を出ると静岡車両区があります。下段だからこそこうした足回りもよく観察できました。お、JR 東日本の車両だ。街並みは都会へ。まもなく横浜です。京浜東北線、湘南新宿ライン、横須賀線、名鉄線、横浜線、京急線、東急東横線、東鉄線、みなとみらい線の東急東横、相鉄、みなとみらい、and 横浜サブウェイ blue lines。相鉄線2万系と追いかけっこ。そして通勤通学客でにぎわう朝の横浜駅に到着。いやはや見慣れた横浜駅だけど、下からの眺めもまた面白い。お次は横須賀線 E217 系と勝負。Thank you.
ようです。今度は追い抜かされちゃいました。 This is the sunrise set off。 京浜東北線と京浜東北線に追いつかない追いつかない、さようなら。おはようございます。眠いやっぱね、寝台列車はいいよ。さっきね、通勤の人恥ずかしいみたいにあれちょっと、特にこのシングル窓が大きいね。改めてほんと観光列車とかのさ、一人で目できる窓みたいな大きさです。広々と景色が見えますね。で、思ったことはこれさ、1階なんだけど、1階はね、朝焼けとか撮るのには向いてないわ。なので、ね、2階行った方がいいけど、でもね、逆に線路とかね、すごい間近で見えるし、何よりさっき言ったようにあのホームが超近くてちょっと面白いですね。昔のほんとイオンとかの1階の席のみたい。さあ、終点東京まではあと少しです。今回もどうもありがとう。いいねって思ってくださった方は
登録と高評価してくださったらとっても嬉しいです。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。